さあどうだ、出てこいや、マグロ来ね。あ、来た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 、初めて見た牛の下。はいどうもこんにちは。今日もですねライブアフターをやっていきたいと思います。現在の自分のですね釣りスキルを確認すると、ゴールド漁師レベル8になりました。非常に長かったですね。時にはですね2時間ぐらい釣りを放置してたりしましたけども、そして今まで使っていた自分の釣り竿はですね、こちら改良ガラス繊維釣り竿ですね。この、釣り竿を使っていたんですけど、釣りクエストをやれば新しい釣り竿がですね手に入るんじゃないかなと思います。じゃあこちら確認してみましょう。良き魚にふさわしい竿に釣りスキルをレベル8までアップし、サントパーニにいるコウジュンさんのところに行きましょう。さあこちら受注しますと。さあでは今からですねサントパーニにいるコウジュンさんに会いに行きます。はい、到着しました。サントパーニ、地図を確認するとここにいますね。さあ釣り竿兄さんですね、詩人ポエマーのコウジュン兄さんのところに会いに行きたいと思います。はい、コウジュン兄さん見つけました。サントパーニの川辺でコウジュン兄さんを見つける。はい、話しかけてみたいと思います。独り言、この旅は人探しならず心探しのため。さあポエマー兄さんですけど、もっとレアな魚はいませんか。そうだね、噂では灼熱の砂漠、極寒な表現あるいは無垢な海岸でしか釣れないらしい。もっと良い釣り竿が必要だということですか。まさか早押しができるようになったとはな。ちょうどここに私が心を込めて改良した釣り竿があるから、あなたにプレゼントするよ。ああ、いいの？え、いいの？いきなり何のクエストも、ね、せずもらっちゃったけど。さあレベル5竿を製作し、サントパーニの川辺で牛の下かマグロを1匹釣る。え、それ。はい、コウジュン兄さんから牛の下とマグロを釣り上げるっていうクエストをいただいたんですけど、製法書を見ていくと、さあ新しい釣り竿がどうやら作れるようなんですね。これかな、精巧なガラス繊維釣り竿。よし、じゃあこれ作成してみましょうか。マテリアル1を、710消費すると、ほい、レベル8になるとこれ作れるわけですね。うん、じゃあこの精巧なガラス繊維釣り竿を使ってそのマグロだとか牛の下を、ね、釣り上げればいいんですね。ああ、よし、じゃあこれ使ってみよっか。ああ、なんか見た目がすごいかっこいいよね。よし、じゃあ釣りをやっていきましょう。さあ1匹目釣れるでしょうか。もしかしたらいきなり一発目で釣れるかもしれないね、その牛の下とマグロってやつ。さあかかってこいや。どうだ、海うなぎダメだ。結構レアなのかな。根気強くいってみましょう。さあ2投目です。さあ釣れるでしょうか、新しいこの釣り竿で、ね、マグロちゃん牛の下、さあ見てみたいね、どんなものなのか。一度もね釣り上げたことないと思いますので。よし、さあどうだ、マダイ。なかなか時間かかりそうだねこれね。はい、3回目来ましたよ。さあそろそろ釣れてほしいな。どうだろうか、出てこい、トカラベラ。ダメです。さあ4回目、そろそろ来てほしいな。そろそろマグロとやら牛の下、どちらでもいいんだけど来てほしいな。新しい料理作れるってことだと思うんだよね。サワラ、とにかくですね牛の下とマグロを釣り上げるまでは手動にこだわりたいね。オートじゃなくて手動で釣り上げてみたい。風船。これちょっと時間かかりそうだな、これ大変だよなこれな。さあコウジュンさんからもらった、釣り餌が最後なんだけど、できればこれで釣れてほしいな。自分でここから作らないといけないからね。海うなぎ、しょうがない。自分で餌作っていくか。餌は何でもいいのかな、とりあえずこの餌野菜ってやつを作って、その牛の下とマグロが釣れるかね試していきたいと思います。それ、さあどうだ、出てこいや、マグロ来ね。あ、来た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 、初めて見た牛の下。何これ、え、何これ、オタマジャクシっぽいんだけど。基本情報、
雑食、これなんて読むんだろう、ちょっと漢字が読めない。重さは 2.4 キロ。雑食性のなんとか水魚。牛の舌は、牛の舌と、見た目がまあ似ており、柔らかな肉質と、豊富な栄養価を持っている。非常に貴重な、海洋食材であるため、噂では夜が深まった海。海ってところで終わってる。あ、ちょうど今、夜だからか？夜だからこの牛の舌っていうのが釣れたんでしょうか。さあ、そしてこちら、釣れましたよ。新しい釣り竿で牛の舌、釣れました。兄さん、ポエマー兄さん、ただいまーって目の前にいるんだけどね。おめでとう。また成功しましたね。もうこの世にはあなたが釣れない魚はいないでしょう。いや、そんなことないですよ。そんなことまでできるの、この釣り竿って。そうだな、何が起きてもおかしくないこの新世界では、そのうち見たこともない変異魚が現れるかもしれない。これってもしかしてあれか、なんかゾンビ魚みたいなのが出てくるんでしょうか。なんか今いただいたね。あ、マグロのお刺身、どうもありがとうございます。高純さん、兄さん、どうもありがとうございます。さあ、ひとまずね、ゴールド漁師、そしてこちら最先端の釣り竿、精巧なガラス繊維釣り竿を開発しましたけど、今後もですね、いろんな、魚が釣れるようになったと思いますので、いろんなマップ行ってですね、釣っていきたいなと思います。